手洗いはもはや日常ですが、それに加えて泡を使ってスマートフォンを洗うというのもこれから日常になっていくかもしれません。スマートフォンを水洗いしたことありますか？ここは札幌市内の携帯電話販売店です。店内の一角には洗えるスマホとの看板が。ドコモショップにあるアローズなどの端末がこの洗えるスマホです。画面にファンデーションをつけていざ実験。まずは電源を切り、手洗いと同じように水と泡の洗剤を使ってしっかりと洗います。このふうにしっかりと水ですすいでください。よく水を切っていただいて、あときれいに水を拭いていただければ、これで手洗いと同じようにきれいなスマートフォンになっています。洗う前と比べると画面は一目瞭然。ウイルスも同じように除去できるということです。皆さん大体ですね、1週間に1500回ぐらい手に取って使われるっていうふうに言われております。スマートフォンもやっぱり手とかうがいと同じようにしっかりと対策していた、ウイルス対策をしていただければなっていうふうに思います。スマホのウイルス対策、街の人に聞いてみると、たまに拭いたりはしますけど、特に洗ったりはしないです。喋った後とか、なんか画面ちょっと拭いたりとかして、なんか唾とかついちゃうんで、そういうの取ったりしますね。スマホもなんか ウェットシート除菌のやつを準備してて、外出先で触ったら必ずそれで拭くっていう風にしてます。毎日手にするからこそ気になるという声が。とはいえ、持っているスマホが水洗いできるとは限りません。きれいにする方法はあるのでしょうか？各メーカーさんによって実は使用がまちまちなんですよね。実際に洗えるかどうかとか、どこまでこう除菌していいかとかっていうところに関しては、各メーカーさんのホームページとかで確認していただくしかない。除菌できるか洗えるか、対策の第一歩は今持っているスマートフォンで調べることから始まります。